はい今週のテーマは「はい北島君と導論いや指導論」を語らせていただいちゃって大丈夫なんですかねまああれだねあの小田が現場長いからいろんな話できればなと思ったんだけど実は今回私の指名なんですよねそうなんですご指名だいたようであの本当にご光栄にこれね深い理由あって実は話したことないんでねはいここまで。 もう現場長いから分かると思うんだけど我々の世界っていわゆるいろんな評判ある評判。でも例えばマスコミの方から入ってくる評判これも正しい評判だと思うし GM の人たちから入ったりとかいろいろあるんだけど一番正確なな情報は選手んだよで「北地を」に声かけた2人の選手ねその原因になった。 一人はね、はい、あの篠原熊本,熊本しかで岡山俺監督になった時にすごく頑張ってくれた選手一人いて、はい、でもう一人が今 FC 東京で、はい、まあ代表選手でもあ橋本健人です。ごくくいいとかじゃなくてに いわゆる人生の視座変えられたぐらい。い多分本人分かってないかもしれないけど。これ実際にそういう話を聞いてたから。いや、これ北地と会ってみたいな。っていうことで。今回指名でね、来ていただいて。ありがとうございます。本当にもう。公園に思っじゃいますね。本当光栄です。でね、しのはね、やっぱりこう。あいつ出れない時期あったじゃん。最初行ってたの熊本で。そう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 。その時に北地にいきなり。 おめ出せんだよ」って直で言われて <laughs>、うん、でもすごく分かってたと思うんだけど、はい、あいつ俺に言ってたんだけど、はい、多分なんか普通に言われたらああいうやつああいうやつって言っていいのかな血の毛多いやつだからワンって言ったらガブッと噛みつくやつなんだけど「お前それじゃ出せんだよ」って言われて「はい、いや俺ダサいの嫌だしな」と思って。はい そこからね北地がずっと毎日一緒に走ってくれて終って練習付き合ってくれてってあいつの背番号ねずっと北地を意識してね背負ってくれてってやっぱりあいつ自身の人生が変わったっていうのが話聞いたのが一つでもう一人ントはントは俺実はジュニアユース3年間中学3年間見てるんだけどえ 北地さんだよねと年でも現役の時の話でファミレス練習終わって昼食べてずっとサッカーの話して「じゃあ晩飯も食ってくか」って俺健トに聞いたんだけどお前よく聞いてたなそういう話って「いや北地さんって俺にも話聞いてくれるんですよ」って「健トお前どうなんだよどう思うんだよ」っつってであいつは実は FC 東京でねえ あのうまくいかなかった時期に熊本に修行行ってまあ,あのその中でもがき苦しんだ中で、うん、あいつの言葉を変えるとすごく自信を持ったって自信を持ったっていうのは自分をこうね聞いてくれるとかはい、はい、まさか喜多は自分で意識してなかったかもしれないけど。はいはい その時に自分みたいな人の話も聞いてそうだよなとかっていうのをあいつすごい言ってたんだけどいややっぱ僕も印象に残ってる二人ですねいっぱい選手たちと関わらせていただいた中でもいろんな選手にその背景ってたくさんある選手たちがたくさんいましたけど彼らは特に志乃は最初志乃の話だとやっぱ本当おっしゃられたように。 ちょっっととここう不良っぽいところがあるうん、うん、それが良さでもあった中でうん、うん、でも試合に出られない時の振る舞いとかが正直自分と被ったんです<ー>自分の選手の時とかぶって<ー>そこで何かそんな話を知って、うん、でそれってその自分では満足できてるかもしれないけど、うん、例えば練習でちゃんとやらないのに、うん、練習終わった後の自主練習をめちゃくちゃやってたりするんですよ。 思考がずれちゃっってててんだよねっていう話をしたのは覚えてます<ー>そ,のそれをだからダサいって言ったんだと思うんですけど、ね、<ー>本当はできるのに、うん、このやんなきゃいけない時間はやんないで、うん、でもサッカー好きだから、うん、自分のことをちゃんと追い込みたいから、うん、練習会ではやる,る、ね、でもその感情は僕を本当同じことを思ったことがあって、うんあのー、西野さんが監督だった時の僕が2年目ぐらいの時に。うんうん 西野さんの前ではちゃんとやらないんだけどコーチでいた池谷さんの前では一生懸命やるみたいなちょっとなんかそういうグレたところがあっんですよねそれがすごいかぶって見えてでもそれって本当は間違った努力で誰もそんなものは評価してくれないんだよって話をしたのはすごい覚えててそいつすごいいダサことなんだよ本当て今も劇ジェリーが今そんなやついないって言うかもしれないけど俺いっぱいいると思う。ただ あのー、理論的にさ正しいことを言われても、はい、選手ってはい、はいはい、そうですよねしか俺言わないと思うんだけど、はい、でもやっぱ納得できるかどうかなんだよね、うん、で,ねで今言ったように納得できる一番の基準って、うん、やっぱ自分が経験してるから言葉は重いよね,ね、うん、同じだったっていうのは本当そうですね、うん、なんかすごいわかるその感情っていうのは。 やっぱねコミュニケーションって受け取る方から見ると同じこと言われててもやっぱねこれ監督とかも全部そうだと思うんだけどいわゆる選手がこの人ブレたなっていう時はだいたい言ってることと表情がずれた時だからそう思うのねでもそれって例えば我々役者じゃないからねもう何日もこう。 減量とかしてて役者ななりきっこうやる職業じじゃゃいんだから素じゃないといけないんだけどでも吸ってやっぱりバレちゃうじゃん選手よく見てるから北じゃやっぱそれ持ってたんだなと今聞いてて思っただって死のそんなあいつの命を考えて言うかどうか迷ったんだけどその尻尾振らないもちろんね監督の下で今しっかりやっていける選手だってね外人の下でもしっかりやれたしっていうのあるんだけどただ。 ね、最初の頃はそうじゃなかったんだなっていうのを知ってるし、うん、ただ北地の下で資がっったっていういい <laughs> うん、すごくケントとはもうあのそのファミレスでどうなのって聞いたとかっていうのはぼ覚えてるんですけど、うん、まあ僕がそもそも今指導者になってもそう,、うん、そうなんですけどこの下の人たちの方がなんか。うん いいいいっぱい知っっぱ知ててることがが多いなっていうのが選手の時から思っててでケントのプレー見た時に「いやなんでこんなふうにボールを運ぶっていうのは誰に習ったの?」とかなんかそうやって運んでくれると俺こういうふうに動けるからフリーになりやすいんだよねとかっていう話をこうした時にそれはなんでそういうふうにどういう思考でそういうふうになったのかっていうことにそもそも興味があって。ケントの場合は 本当にうまかっボールの運び方とかボールの置くところとかが本当にうまかったから受けやすい感じがあったからそれどうしてなのか教えてっていう感じだったんですねどっちかというとだからそれは強かったですねでもそういうのそういうふうに思ってたっていうのがちょっとう嬉しいですね本当に剣道がすごかったまあでもあいつはさその当時東京で打ちのめされて。 まあまあ「修行」っていう言葉が当てはまるのかどうか分かんないけどただまあ居場所がなくて行ったんだよね、うん、でもそんな中で北島ねもうキャリアもあるし、うん、そういう選手に「うまい」って言われたんだよ、うん、あいつびっくりしたと思うよ多 <laughs>、うん、そんなことね東京の中では言われたことなかったと思うしただやっぱり。 リスペクトしてくれることはあいつにとってみりゃすごかったんじゃないかなでもそういう話ね風呂場で俺ちょうどあって北島の話した時にそういう話を聞いたんでありがたいですけどねでもんかそういう新しいアイディアを自分がもらって自分も成長したいっていうのがやっぱ強くてまあそうだよね俺たちはねんかそれは今もそれはその時の経験が剣道の に話聞いたたりししもそうだし、うん、まあレースにいた時は当時工藤だったり、うん、あのそういう選手たちからもなんかアイディアもらって、うん、でじゃ自分のサッカーにプラスしていこうっていうのが好きだったんですよね、うん、でもこれはすごい自分の中ではヒットでこうそれは今の指導者になっても新しく出てきているしその人たちにやっぱいろんな話聞いたりとか選手じゃなかった指導者の,その情熱とかは もっとすごかったりするとかで何、うん、かこうそういうのっていい自分の中でヒットなんですよね、うん、いろんな人の話聞くっていうのは。いや例えば、うん、選手時代とかに、はい、自分のこう視座が変わった指導者とかいた、はい、逆にこう、はいうん、悩んでた時とかさうまくいかない時とかに。まあ 一番大きかったのは自分はポストプレーのタイプがとにかく相手を背負ってとにかくボールくれていうタイプだった力任せのプレーをしていたところで肩脱臼しちゃってそれがうまくできなかった時にレーソンのユースの練習に行くことがあって接触プレーをしなくなる方法を教えてもらえたそれが吉田達磨さんだったのでそれは大きかったですよね。その合理的ないうか 全てのパワーをここに使わなくても、うん、もっと使わなきゃいけない場所はここにあって、うん、こだからここではいいちょうどいいぐらいのパワーでプレーするみたいな、うん、ちょっとだけ不利になれるコツとか,、うんうん、かそういうので面白いって思って<ー>そっから今のサッカーの思考っていうかになったのかなと思うんですけど。<ー>はい、なんかかさ出てきたから あいつの話もさ北じは新潟とかで一緒にやってたりコンビ組んだけど俺も指導者としてジュニアンス時代とかもやり合ったりもちろん J でもやり合ったりしたんだけど辰馬ってさ今言ったように理論とかすごいしっかりしてるじゃないでもあいつの一番いいとこってさっき言ったように話口調とかいわゆる。 俺橘の本当の能力ってコミュニケーションだと思ってるんだけどやっぱりこう納得できる形で伝えてくれるっていう感覚があってだから中学生やっても大人やってもきちっと伝わるなっていう部分はあるんだけど、うん、そこはなんか北多も引き継いでるんじゃないのなんかコミュニケーションっていう意味では。そう,はそうなんですかねやっぱり、うん そうですね選手に納得してもらうっていうことは、うん、戦術ももちろんそうだし、うん、サッカーの道理とかもそうだしモラらサッカーのモラルもそうだし、うん、まあもちろん言葉で説明できるようにならなきゃいけないから、うん、それはまた指導者としての勉強ですけどね、うん、そうじゃない心のところも、うん、あやっぱまあテスさんとこう、まあ、控室でいっぱい話してしまってもそうですけど、うん、たくさんたくさんこう引き出しがあるっていうか、うん、そういうのって多分 培ってきたものですよね。そう生きてきた人じゃないと、なんか本当の心の言葉が出ないっていうか、嘘のもう軽いこういう言葉じゃなくて、選手すぐ見抜くもんね。そこ見抜かれちゃうと、嘘言ってるなとか軽いなとか見られちゃうと、やっぱりすっごく大事なこと言ってたって入らないですもんね。選手と嫁さんな、そうですね。家帰ってな。その通りですね。ふわーっと聞いてるとすぐバレちゃう。 コーチになった時にすごく思ったことがあって、うん、あのプロサッカー選手になるために僕らはちっちゃい頃から誰よりもボール蹴ってきて、うん、みんなが休んでる時だってボール蹴ったりもしてたし、うんうん、サッカーうまくなるためにいろんなアイデアをいろんなところに取り入ったりして、うん、すごくこうサッカー選手になるんだってめちゃくちゃ努力したけど、うん、なんか僕らある日突然プロサッカーコーチになれるじゃないですか。うん、それを思った時に、うん あのプロサッカー選手になるためにやってきた努力とプロサッカーコーチになってからの意外に慣れちゃって努力せずに慣れちゃってる、うん、これにちょっと違和感を感をじたた時があったんですようん、うん、だから本当に勉強を今から本当にしないとダメだなと思って。それはは最初は、うん だから戦術的なこととかっていうものは今もすごく勉強し続けなきゃいけないし進化していくものだと思うんですけどそれをすごくこう入っていった中でやっぱこの心のところは絶対にないがしょにしちゃいけないっていうものにはそう戦術のことを勉強すればするほどなんかそっちにそっちを大事にしなきゃいけないんだなっていうものを感じる瞬間すごく多くて、ま。あ ロアス熊本をコーチしてた時が長かったので、うん、特にそのロワッソ熊本の選手たちにもあの伝えていく中で、うん、ああこういうふうに伝えちゃうと、うん、やっぱり。 選手はちょっとといいいい思しななんだか心の方から入っていった方がいい選手と戦術の方から入っていった方がいい選手ととかもう人によって違うじゃないですかギガ数が多い人とギガ数少ない人とギガ数多い人には戦術的な話から入っていってもいいかもしれないけどギガ数少ない人にはもうポンっててトンってやて飲んでいいんだよみたいなのとかも必要だったりするとか。なんかそれは本当人によって そんなやり方を変えなきゃいけないなとかは本当、うん、今もすごくずっと勉強し続けて、うん、今がやってる感じですけどま、うん、まだまだ足んないですけどね熊本ってさ割と出来上がった選手じゃないじゃん要は篠、はい、原とか健人とかもそうだったし、はい、堀米とかさもういい選手みんななってるけどさやっぱそういう選手とこう向き合って、うん、ね自分が別に人気取りでやったわけでもないしね真剣にやった中で彼らの口から志座が変わりましたって。 っていうことを俺は聞いてるからね実際に、うんだからそういう面ではやっぱ北地の武器だよねコミュニケーションってそういう,うでも明確に俺は意識した方がいいと思うはい、はい、うんあともう一つは、はい、まあリーダーになっていくっていう過程としてやっぱフォロワーですごく力を発揮されてる人今シーズンからね大、うん、宮であの高木さんのまたフォロワーとしてね、はい、やっていくんだろうけど。うん 俺ね、これはすごく自分で監督やってる時を思ったんだけど、うん、北地の、あのー、恩師のヌノ、はい、さんがね、はい、松本今年チャレンジするけどヌノ、はいはい、さんこれ監督する時にすぐにオファーかけたの。っていうかあの監督すると言ってくれる人いなくなっちゃうから、はい、まあ自分より下じゃまずいなと思って。はいはいはい ヌノさんとは俺ねその何年前そっか78年前のねまだ駆け出しの頃ね「はい、一悶もんちゃか」って実は、はい、御殿場でね<い>俺の指導を見てる時にヌさんが「あの君の指導じゃ駄目だ」っていきなり乗り込んできて「<う>何言ってんだ」みたいな感じでうそういうのあったから俺監督になった時にすぐヌノさんの顔浮かんで、はい、で御殿場行って「はい、うんあのやってくれお願いします」って言ったら「 やりますってきて、うん、で何言いたいかというとーも、はい、でもヌノさんって素晴らしい優秀な恩師のリーダーだったけど、はい、自分とやった時は素晴らしいフォロワーもう完璧う本当にに全てにおいて、うん、やっぱり自分の気持ちも全部見えてたしうん、うん、でその人がまたね群馬でチャレンジしてこう、うん、だから逆に言ったら北地とかもやっぱフォいいフォロワーがいいリーダーになるしいいリーダーはいいフォロワーになれるしでやっぱまあ まだこういう時代なんだよね。うん。うんどんどん年齢上がってくれはあるほど、そう。やっぱ言ってくれなくはな、ね、そ,うそうそうそう。その言ってくれる関係性のある人たちやっぱ増やしていかないと。そうそう,そうねなんかこうどっかで自分が一人浮いちゃってた時が実はあったのかとかってなったら嫌ですよね。そう,そう,そう,うん。う でもやっぱりね優秀なフォロワーってそれずっと見ながらやっててきるわけだしあの原大地選手とかこっちから見てても対戦しても最初に対戦した時よりもどんどんどどんん成長しているっていうのが目に見えていてすごくいい選手になっているすごいいい選手だなと思うんですけどどんな渋谷さんからも聞いてていの ワードである北地が,、はい、北地がすごい評価するんだよねってう、はい、そうなんだっていう、うんうん、まあただ何だろう、あのー、健太さんがね、はい、もう、あのー、きちっとやらせながら戦力に、うんはい、必ずまあおそらく来季今シーズンしっかりなってくると思うんだけどまあ何だろうな 一つはやっぱり喜多見さって心の部分のあれな感覚がやっぱりしっかりしてるっていうか<ー>、うん、常にだから状況判断だから細かいことはいっぱいあるかもしれないけど<ー>やっぱりパッと見て何を見れるかっていうでその時に間違ったのも見てたら、うんうん、ちょっと注意点ずらしてあげて、うん、今ここはディフェンス見た方がいいよねっていうのが。 なんかそういうとこで意外に素直に入ってきたんでまだまだだけどねまだまだ完成された選手じゃないしでもクロスの入り方とかもマークの外し方とかも結構できてるなっていう印象なんですよだからゴール取るポイントが僕的にはすごく好みでクロスのポイントもそうだしシュートに持っていく自分の形っていうかそういうのもそうだしそういうものがすごいんかこう。 持っっててる選手だなっていう、うん、なんかそこら辺もやっぱりあれですか指導されたんですか、うん、んとねこれはもう初歩的なあれな、ね、北地とかは分かると思うんだけど、はい、その外し方とか、はい、そういうのはみんな分かってる、はい、まあ分かってるっつってもタイミングでね、はい、敵をしっかり動かすとかあるんだけど、はいうん、でもね最後空間認知なんだよね結局こう地上からボールがリリースされる時の、はい その瞬間に落ちるとこって決まっててだからねすごいっすねだからこれねスアレス生で見てた時にそれすげえ思ったの動きすごいんだけど最後に体勢入れ替えたりとかうんで来た時とか分かると思うんだけどすげえ高校の時とかシュート練習やったじゃんんとなくすごくシンプルなクロスのシュートとか最初量から入ってんだよね量があって最後質に転化していくってさっきの達磨の話じゃないけどうん だから今どっちかっていうと両方より必要なんだけどやっぱ両,手必要両方の一番大事なところはシュートに限ってはやっぱ空間認知なんだよね,なね、うん、だ野球でいうと打った瞬間にフライ、ここっていうのが瞬間的に捉えるから外して最後のところであのそこをジャッジして自分で合わせるっていう作業あるんだけど意外にあのいい選手って言われて来るじゃんあのこういう世界に。はい 動きはいいしもちろん点取られるんだけど点取り続けるってなった時にそこまで反応できる選手ってまだ今少なくなってるかもしれないもちろんいい選手いると思うんだけどいろいろ練習生とか来るじゃん見てる中でもちろんいいキックも持ってるしあれだけどヘディングで合わせたりやっぱりボックスの中ワンタッチだから最後でも確かに僕はマークの外し方とかこういうふうに視野から消えると。 は多分こういうふうなこと考えてたりこういう視野を保とうとするからその瞬間には利になりやすくてとかそういう話は結構多いんですよねでもそのリリースされる瞬間とか確かに自分が選手の時は何となくあるんですよねそうもうだから両でやり込んでんだよ多分そうなんですねでそれで高校時代点取り続けたわけじゃんもうだから無意識にちゃんとプログラムされてるっていうかただ ほら今昔みたいにほらバンバンやんないじゃんねそういうの。やっぱきちっともっとなんだろうサッカーも変わってきたしやんなきゃいけないこともいろいろ増えてきた、うん、だけどことストライカーに関してはやっぱりその「量っていう部分に関しては多分最初に叩き込まれてるんだよね、うん、そこからこう動きに入っていったっていう形だと思うしね。ねうんそそうううですね少しそういう時間を、うん もしかしたら時代とともに若い世代から戦術性が年収が多くなってきたとしたらそういう両的な特にフォワードはあってもいいかもしれないですねもうちょいそこを掘っていくようなシュートの型を作ってあげるとかシュートの足の振り方とかそれを教えるんじゃなくて両でみたいな。そうだねなんか 今俺知らないけどライクールトバルセロナの頃、なんかさデコとかロナウジ人事の時代とかポゼッションバーってやるけどやっぱエトーとか抜けてシュート練習やらされてたもんねこれはもう中盤のトレーニングだからいいと。でずっとで試合の前日に100本以上打ってたからさ前日に打ってたよビクトル・バルュス相手に。それれは世代昔の話かもしないけど でもあ、俺見ながら、ね、やっぱり量はこなしてるなっていう変わらないものでもありますからねそういうフォワードが<の>いいフォワードが育つっていうことには今後はどういうふうなイメージでこうコーチしていったり監督をでも今日あの、テスさんにいろんなお話をしてもらって。 まあ控室からずーっとね深い話させてもらってて今もここでも深い話させてもらって少しなんかこうまあ自分でちょっと戦術に寄りすすぎててるるのは自分でででも感じてるんですでそれはまあ一回はそうしなきゃいけないと思ってたんでそこはこう自分の中で持ってるんですけどでもそういう思い始めてるあの心の部分をとか個人のその。 マーク外すとかっていう1個前のここの空間認知とかそういうところにもうちょっと視野を広げられるコーチになりたいなっていうのを今すごくテスんのおかげで気づかせててもらっまあでも北地の今日会っても分かったんだけど選手から話聞いても分かったんだけど本当の武器はコミュニケーションだからねそうだと思うよコミュニケーションってただ言うだけじゃなくてさっき言った納得させれるかどうかだから。 おそらくその能力は持ってるからしっかりねそこの選手と一緒でさ強みはちゃんと意識しながら謙虚だから多分知識どんどん入れていくんだろうから勝負するところを見てみたいねただ高木さんの下だとまたいろんなこと学べるし高木さんも本当素晴らしい指導者だし勝負師のところを本当に学びたいと思ってすごく今後楽しみにしております。 逆に哲さんは今後その監督としてこういうふうに生きていきたいんだっていうのなのかコーチとしてこういうふうに生きていきたいのがあるんだとか,なんかどっっちがとかかてあるんですかなんだろうな、まあ、50過ぎてるからさ、はい、いろいろ考えるんだけどなんか世の先頭に自分が立ちたいとか世に出たいとかっていうのあんまりないのね知ってる人みんな知ってると思うんだけどはい、はい、監督とかさもう節目だし。 天命だし、北条やんないとダメよ。でも俺はもうあれだからサッカーを追求していきます。もう指導者としてね。やっぱり選手がね、やっぱり良くなるってどういうことだろうとか、まあ北地もわかると思うけど、勝つってね。世界上を求めてるんだけど、多分答えないんだけど、まあそれはもう永遠にね追いかけたいよね。我々はね、ロマンだから。まあ。 あったことなかったんだけど、はい、いや来た時代でよかった。いや本当に、いや本当に噂通りっていうか、はい、あ,うすあのー、素晴らしい指導者。期待しております。ますよろしくお願いします。はい、今後も。